皆さんこんにちは、 BJ のウクレレ講座です。今回のウクレレ講座は制覇のコード、これに移行するときにどうやったらスムーズにいきますかという質問をいただいておりまして、それにお答えする動画になっております。それではいきましょう。はい、制覇っていうのは1本の指で複数の弦を押さえることを言うんですけども、今回やるのは F から B フラット、これについてお話しさせていただきましょう。で、今回のお話はですね、ストラップしてる人はあんまり関係ない話だと思うんです。で、ストラップをしないで持ってる方というのは左手と右手を使ってウクレレを支えるわけですが、左手でうまいことを制覇のコードに持っていかないとウクレレが落ちるということになるんですね。で、このウクレレが落ちる原因になるのがこの制覇のコードが一番多いんですけども、 F のコードを押さえますよね。で、F のコードを押さえるとき、そもそものウクレレの抱え方、別の動画でもお話ししてるんですが、今回簡単に言いますと、右手の腕でこの辺をこうやって支えてますね。で、もう一箇所、左手の親指と人差し指の間、ここの部分ですね、ここのところにこう持っていく、はい、この状態でコードを押さえるんですね。はい、ここに乗せてあるので、こうやってコード変えてもコードを離してもウクレレは落ちません。この時にここに乗せないでこういう風に持ってたら、離すたびにウクレレがこうやって落ちていきますよね。落ちる原因はこれなんです。はい、コードチェンジで通常はここにずっと乗せたままやってるので、よそ見してても落ちませんし、こういう状態で弾けるんですね。では、こういうコードから制覇のコードに行くところなんですけど、制覇のコードっていうのはここに乗せたまま押さえられないんです。はい、押さえきれないですよね。で、じゃあどうやって押さえるかというと、こういう状態なんです。はい、ここ隙間がありますよね。さっきまではこうやって押さえてたんですが、制覇になるとこうなるんです。じゃあここにどうやって持っていくかというところなんですけども、 F を押さえてる状態から手のひらをクリッと返して、ここら辺ですね、ここら辺をネックをこうやって通して、小指の付け根あたりの手のひらで支えてます。はい、ウクレレを見ててください。ヘッドこうやってやってて、こうやることによってウクレレ落ちないですよね。ヘッド落とさないようにこう返します。はい、こうやって返すとここに隙間できますよね。これで人差し指をここに乗せて、わかりました、ここからこうやってるんです。こうやってこうやってこうで、この時に小指側を離さなければ、一辺にこう乗ってますよね。離してください。こうです。流れ的にもう一回言いますと、この状態から小指側の手のひらにこうやって移して、持つ、小指側を離す、この3つを一瞬でこうやってるんです。こうですね、こうです。わかりますか、こうです。で、 B フラットにするならこうやってこうやって押さえてるんですね。はい、この動きをしてます。 DJ が動画とかでスタジオで弾いてる姿を見ると、こういう風な時にこうやってやってると思います。はい、こうすることによって皆さんから見て、このウクレレのヘッド側落ちてないでしょ。多少は揺れるはあっても、こう下がってないですよね。はい、こういう風にしてるから下がってないんです。はい、これはですね、ゆっくり練習してください。一気にこうやろうとしたらぐちゃっとなりますので、他の動画でもお話ししてますように、ダウンストロークの時に一つ目のコードを弾く、アップストロークに離す、離してる時にこれ持ってってください。で、次のダウンで押さえる。はい、こういう流れを練習してください。じゃあ今度 B フラットから F に戻る時どうするかということなんですけど、この状態ですね。ここ空いてますよ。空いてる状態から、離すときに、そのまま離すとウクレレのヘッド側は落ちます。今落ちましたね。これ落とさないようにするにはどうするかというと、離したと同時にこの手を持ち上げて、この手のひらに乗せるんです。こうです。わかります。今わかりやすいにわざとちょっと上にこうやって大げさに上げましたけど、ここまで上げなくてもこうなんです。今手のひらで全体的にこうやって受けてますけども、はい、この辺でこういって、人差し指のこの辺ぐらいでこう持ち上げる。この手をこうやってここに持ってきましたよね。あの形にこうやって持っていくんです。こうやって持ち上げてこうです。
わかります？ゆっくりやるとこうある位置から持ち上げて、落とさないように手を持ち上げて、離したと同時に持ち上げて移動させて、こうです。 F、 ここから持ち上げてこうです。わかります？はい、こういう動きを実はやってます。はい、これちょっともう一回復習してみましょうか。いきますよ、 F。 はい、でここから小指側の手のひらにこうやって回す。これ分かりやすいように今開いてますよ。本当はこの状態でこうやって持ってきます。はい、分かりやすいように開いてやるとこうやってこうやってるんです。はい、ここまで開かずに本当はこうです。これだけですね。はい、で次戻すときはこの手を離すと同時に上げてます。この時もうわーっと手は上げないんですよ。ここからちょろっと、これだけでいいんです。これだけやってこう、これだけ上げてこうやって F。 はい、この動きですね。はい、これを習得してください。ただ今まで慣れてないので多少時間はかかると思うんですが、じっくりと、一個ずつこうやってで離して戻してで、こうですね。今早く弾いてますけど、はい、スムーズにウクレレのヘッドガーがだんだんこうやって落ちていくこともなくできてますね。はい、これを目指していきなりこのスピードでこうやってってむちゃくちゃになりますので、こういうやり方ではなく、いつも言ってるみたいにゆっくりゆっくりという風にやってみてください。はい、ということで BJ のウクレレ講座でした。こういう風にですね、わからないとこあればコメント欄に質問など書いていただくと、お答えの動画作ってお送りしようと思ってます。もっと知りたい方は BJ のオンラインワークショップ、湘南ウクレレクラブに来ていただくといいと思います。ただどちらもですね、グループレッスンになってますので、その方の質問ばっかりの時間を取るわけにはいきません。皆さんの練習の時間ですから、詳しくですね、じっくりやりたい方は BCN の個人レッスン、こちらの方を受講いただければと思います。ということで今回の動画は以上です。このお話がいいなと思った方は高評価ボタンのクリックをお願いします。あとチャンネル登録もお待ちしてます。ということでまた別の動画でお会いしましょう。さようなら。目を閉じて星空を見ることはできない、だから今は瞬き